先週やった話の一応ルール説明の復習だけちょっとやりますけど、もう短くちゃちゃっとやって、もし忘れてる人が多かったらもうちょっとやりますけど、忘れてるようだったら長くやって、今日の朝の小通報の録音を聞いて電流を作って、前回は書きかけでしたけど、今回はまず書きかけのところまで自分で持ってって、持ってけば前回でやることですね。で、前回と同じようにペンキスとレポートを合わせて出してください。今日はペンキスでもうほとんどですね、50点ですね。レポートはもう簡単です。3台しか変わってあれがないので、もう点検さえ終わってしまえばすぐ終わると思います。それではですね、3枚テキストがありますけど、見て分かると思いますが、前回の後半とほとんどあんまり被ってます。ルール説明もう一回やりますっていうだけの話です。もう簡単にやります。よし、じゃあですね、テキストの1、2、3、4でありますけど、まあ、1、2、3はもう情報として読んでください。あなたのことのことではない。で、3、4番、放送の内容と記入方法、これ前回のテキストにも載ってましたけど、今日これから流れてくる気象通報の構成が書いてあります。で、気象通報は20分間放送されるんですけど、20分のうちのどういう時間割で情報が流れてくるかっていうのをちょっと頭に入れておくと聞き取りやすいので、それだけ一回イメージしてください。で、3つあります。放送の内容は3つあります。3つ放送、各地の天気が各地、次は船舶の方法と、その次に漁業気象、この3つです。で、最初に各地の天気というのが出てくるんですけど、これ天気図のメモ欄見てください。左側にあるんですね。メモ欄見てもらうと各地の観測地点のリストがあります。これの順番にです。風向、風力、天気、気圧、気温が淡々とゆっくり言ってくれますんで、それをメモしててください。これで10分ぐらいですね。結構点数が多いので、難しいことは何もないんですけど、10分ぐらいかかります。唯一の問題は眠いってことなので、絶対寝ないで。絶対寝ないで。今日寝てきた？だね。頼む。もう石垣島では北の風。天気、曇りっていうような具合ですから、これを何十してもやるんでね、寝なきゃいけませんみたいな、寝なきゃいけませんで、記号はいいですね。下に反転もありますし、晴れとか快晴とか曇りとか雨ぐらいは覚えててねって言いました。で、メモするときに空港を南南西って書いてもいいし、SW とかなんかそういう記号を使ってもいいし、何か書いてもいいんですけど、メモのところは僕レポートとして見ませんので、自分が分かればいいです。最終的に白地図に自分で落とすときに正しい情報として落とせればそれで結構です。なのでメモのところは自分が分かる記号がない、自分が分かる字であれば OK です。なので何だったらノート使ってもらってもいいので、それを提出しなくていいです。2番目です。2番目、次は船舶の報告っていうのがあります。で、メモの欄を見るとそれも船舶などの報告っていうのがあると思うんです。で、これ観測地点は位置が決まってません。船なんで、その位置
な、いるのかいないのかも分かんない。何時であるのも、その日その日で全然違う。なんで船舶の報告、言われる情報は一緒なんです。何時であるか、どこの地点かは北緯何度、東経何度、まず緯度経度で座標を教えてくれます。座標を言ってそれをメモして、その後気象情報です。これはまあ多くても数分ぐらいだと思います。だからカッコ1カッコ2はもうほとんど同じような内容ですね。それで10分ちょいぐらいだと思ってください。でまあ放送内なんか見ると大体分かってない、その本州南方の北緯29度東経135度ではって言ってるのが、石垣島ではとは言わずに、その緯度経度なんですね。それが来るだけです。あとは一緒です。で、放送された場所の緯度経度のところに各地図で丸を作ってですね、観測地点を自分で作って、そこに記号を書いて数字を入れてっていうふうにやって作っていきます。いいですかね。カッコ3なんです。これがちょっと癖なんですね。漁業不詳というやつです。各地の天気を入れて気圧が分かるところまでだけだと、前回作ったカキカキの天気のところまで全然いきませんので、半分、あれで半分以下ぐらいですね、情報量。半分以上の情報量が、この漁業気象、過去3万の漁業気象というところで来ます。で、これが、まあ、7、8分なんですけど、情報量としては一番多いです。一番多いです。時間という意味じゃなくて、重要度という意味で。で、どういうことを言ってくれるかっていうと、台風とか低気圧とか高気圧の中心位置、あったよね、もう書いてあったと思いますけど、それを今日はどうであるかを代表で教えてくれます。で、その移動方向、どっちに動いてるんですよ、東に時速40キロで、それも全部メモしてくださいね。なんでこの辺はちょっとメモが多くなるので、多分この白地図のメモ欄では足りないと思います。のでノートなりなんなり自分の好きなように言ってください。分かりやすくまとめてください。いいですか。それで、それとあと日本付近を通る代表的な等圧線、前回1本だけ書いてあったじゃないですか。あったと思うんですけど、あの1本だけっていうのを、
で、これが何回も続きますね。で、ちょっと、これ、一文が長いわけですね。もう一つ厄介なことがあって、ここはね、大難関なんです。何が厄介かというと、たまに、やんことも。メモしなくていいことを言う。どういうことかと言いますと、どこどこ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 を、この領域では風が強くなっていますとか、霧が濃くなっていますとか、今日のレポートには入れなくていいです。で、まあ、いらんことじゃないですよ。あの船に乗ってる海の上の人には十分大丈夫なんですけど、今日のレポートはいらないんです。で、これが途中にちょいちょい挟まってくるんです。どこどこ、どこどこ、どこどこ、どこどこで一生懸命メモしてたら、では風が強くなっています、いらんのかってなった後にこういう会社に乗ってて、これを聞き逃してこいつだけを抜き取ってメモ、まあ、一応これはメモだけしていらなかったのねってやったらいいですけど、忙しい上にたまにこういうフェイクがかかってくるので、ね、で大体内容はこんなもんです。いいですかね。じゃあですね、早速やりたいところなんですが、最後にもう一個、今日はですね、皆さん運がいいのか悪いのか、まあ天気図はね、多分比較的簡単な方だと思う。月曜日火曜日はめちゃめちゃ難しくて、まあ、大変なんで厳しいなってたんですけど、今日はまだだいぶ楽だと思うんですが、台風が来てるので台風が来てるんですね。台風が来てると、先週ちょっとおまけで話しましたけど、ちょっと今日はおまけってわけにいかなさそうなので、もう一回話しますね。予報はの話したっけ。いや、寝てたな。ぐっすり寝てたと思うから、もう一回やるね。台風は中心位置角だけじゃないんです。移動方向角だけじゃないんです。予報円ってやつが必ずあるんで、こいつを書いてください。
かけ。もう一度。何予報は直径200キロ、うん、の円内で、だから24時間後に、12時間後だったり、24時間後だったり、いろいろで、あれも、うん、それもその日によります。24時間の枠を1個ポンと言ってくれる場合もあるし、12、24、なんとか。で、その日によります。します。主食は分かります。後でいい。後でみんなで買って。いいっすか。まあ、今まずですね、聞き取ることだけ準備してください。で、どうやって書くかは聞き取り終わってから一回やりますんで、いいっすか。こういうの来るから絶対聞き逃すなよっていうか、それだけの話です。いいっすか。よし、じゃあ行きますよ。むちゃくちゃだけど、ちょっと眠気が落としてる人は南の風、風力3、雨、
風力4晴れ12ヘクトパスカル
11ヘクトパスカルとなっています。続いて天皇記録です。朝鮮半島の国緯37度0デフ、東経127度0デフには、127度0デフには994ヘクトパスカルの台風7号があって、北へ毎時35キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の南東側、中心の東側です。中心の東側202キロの圏内と、西側170キロの以内では、西側170キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風7号の中心は 70% の確率で、12時間後の19日午後6時には朝鮮半島の北緯38度50分、東経127度30分を中心とする半径90キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の20日午前6時には朝鮮半島の北緯40度20分、東経128度10分を中心とする半径160キロの円内に達する見込みです。ただいまの県庁首相冒頭、台風7号の情報をもう一度繰り返しお伝えします。朝鮮半島の北緯37度0デフ、東経127度0デフには994ヘクトパスカルの台風7号があって、北へ毎時35キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心の東側220キロ以内と、西側170キロ以内には風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風7号の中心は 70% の確率で、12時間後の19日午後6時には朝鮮半島の北緯38度50分、東経127度30分を中心とする半径90キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の20日午前6時には朝鮮半島の北緯40度20分、東経128度10分を中心とする半径160キロの円内に達する見込みです。次に、オホーツク海、日本海、北海、黄海ではところどころ黄金のため見通しが悪くなっています。日本の東から阿里山の南にかけての北緯35度、東経140度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、30度、180度、30度、166度、30度、153度、および元の国緯35度、東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東も、国緯42度、東経151度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、南へ20キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯40度、東経163度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。アリューシャルの南の北緯44度、東経179度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。フィリピンの東の
129ドルは、さらに4ヘクトパスカルの熱帯低気圧になって、北西へ行くに進んでいます。小笠原諸島の北緯29度、東経141度には、さらに14ヘクトパスカルの高気圧になって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線が北緯15度、東経166度、21度、145度、31度、132度、35度、135度、35度、157度、35度、172度、45度、西経178度、43度、東経170度、45度、156度、41度、137度、44度、131度、57度、135度の河川を通っています。海上保安庁からのお知らせです。本州東岸の八戸港を北で、今月22日日曜日までと、27日金曜日から29日日曜日までの毎日、午前7時から午後8時まで、および23日月曜日から26日木曜日までと、30日月曜日、31日火曜日の毎日午前9時から午後10時まで和平訓練が行われます。区域は国緯45、51分、53秒、東経141度、20分、37秒の地点を中心とする半径4.3海里の円のうち、進行方位58度から108度までの大雨の範囲です。本州東側の本州東岸の八戸港を北で行われる和平訓練について海上保安庁からのお知らせでした。これで少数号の時間を終わります。時刻は間もなく8時半になります。
んで、各地の天気はボールペンで落としてほしいんですけど、動圧は鉛筆でいいんだけど、あれ書いたりげっしゃりしてるときに各地の価格帯で山根が消えたりすると悲しいことなので、山根と天気と気温、左肩、右肩、気圧はボールペンで書いてほしいんです。で、まあ、それは写すだけだから間違いないと思うんですけど、一個だけ言っておきます。これね、たまにって結構な人がいるんで、それでね、空港です。気温、気圧です。これいいですね。で、空港は吹いてくる方法ですね。いいですね。大丈夫じゃないの？何か問題あるかって話なんですけど、あるんですね。たまにですよ。地図読めるじゃ大丈夫なんですよ。今日の地図は、慣れ親しんだメルカトールじゃないんですよ。ね。わかる？南大東島では南南東の風で風力3。